きな女神像って扉を開ける係だったんだ。おそらく呪いの源はこの奥に。気を引き締めていきましょう、みんな。この場所に喪失の呪いの源が。奥へ進んでみましょう。どうも、お邪魔してまーす。それにしても不気味な部屋ね。喪失の呪いの源はどこなのかしら。なんて巨大な人間なの。それにこの霧は、あの巨人から湧き出している。
消えちゃった？ねえ、喪失の呪いの源って…ゼニートに現れた狼だよ。主の眠りを妨げることは絶対に許さない。まさか。話は後よ。今はあの狼を止めましょう。これでも食らいなさい。これでも食らいなさい。
これでも食らいなさい。命に変えても父様を守る。まさか魔王か。でもそんなことが。あなただったのね、ラッキー。どうしてこんなことを。
父様の眠りを妨げる者は許さない。お前たちには指一本触れさせない。ラキは父様を守る、たとえこの命に変えても。私はあの男の子を助けなきゃ。でもあの子の名前が思い出せない。あの子、あの子って誰？いけない、ラキ、お父様から離れるのです。私忘れていたの。神なる身をもってしても逃れられぬ呪いは今なおお父様の体より湧き出て世界を滅ぼそうとしている。自分一人残して世界の全てが消え去ることをどうしてお父様が望むでしょう。制約のこたるあなた方ならば呪いの源を断つこともできるやもとこの地へ導きましたが、喪失の呪いの前にはラキすらこのありさま、人たる身に太刀打ちできるはずもない。他の方法を探すしかないようですね。待って、ラキ、まだ無理をしちゃダメよ。あの子がご迷惑をおかけしましたね。ラキは世界の創造主たる我が父の神獣、主に忠義を尽くすあまりその言いつけを絶対と思い込んでいるだけで悪い子ではないのですよ。この地底に眠る巨人こそが喪失の呪いの源、そして我らが父なる神グランゼニス、我が父の生み出せし喪失の呪いこそがゼニアスとアストルティアを蝕む全ての元凶なのです。父はこの地底に自らを封じ込めることで何万年もかけて呪いを沈めようと試みましたが、失敗に終わったようですね。あの今の神様の名前ってアストルティアの人間の神と同じでは？あなた方の世界のことは存じませんが、この世界ゼニアスにおけるグランゼニスは万物の創造神、我が父にして我らすべての父、一なる神主神グランゼニスによってゼニアスは創生されました。そして私ゼネシアと妹のルティアナは
主神グランゼニスの娘たる女神。女神ルティアナ？それってしばらく前に亡くなられたアストルティアの創造主様だよね。ルティアナが、あの子が死んだと。そうですか。私が長き眠りについている間に、妹はもう気が遠くなるほど昔、果ての大地ゼニアスを自悪と燃焼体という恐ろしい生命体が襲いました。激しい戦いの末、敗北を予感したお父様は、か弱き妹ルティアナとこの世界の生き物をゼニアスの外へと逃がしたのです。ルティアナを送り出した後、私は父を助け、ジアクトと戦いましたが、力及ばず敗れた。父はジアクトから私を守るため、この身を大樹の鳥かごに封じ、最後の手段を選びました。それこそが喪失の呪い。呪いに触れた者、すべてを消し去るモロ刃の剣を振るい、父グランゼニスはジアクトを滅ぼそうとした。二つの世界を蝕む喪失の呪いは、かつてこの世界を守らんがため放たれたものだったのですよ。自悪と燃焼体は喪失の呪いに侵され逃げ去りましたが、呪いは父の体を蝕み消えなかった。そのためお父様はこの地下神殿深くに斧神を封じ、時が呪いを消し去ると信じて長き眠りについたのです。されど数万年の時を経ても呪いは消え去らず、それどころか逃げ延びたジアクトが喪失の呪いをアストルティアにもたらすとは。常しえのゆりかごで生まれた厄災はやがてこの世界にも手を伸ばす。すべてを滅びで覆い尽くすだろう。父は私にこう言いました。妹ルティアナが帰還せしとき、未だ呪いが消えておらぬならば、斧が見事断ち切れと。ですが当吉にてルティアナは生きたい。私一人では呪いに立ち向かえない。もはや打つ手は。ルティアナの頃よ、よくそゼニアスへ帰りきた。お前たちに伝えねばならぬ誓約を果たすのだ。二つの光、世界を。お父様、お父様、私です。ゼネシアは目覚めました。どうか今一度お言葉を。お父様。父はとうに呪いに飲み込まれ、助けることはできぬと諦めていましたが、制約の子らを認め、こうして呼びかけた。
希望は残されていたのですね。あなた方と目覚めし父が開口を果たせば、光明がもたらされるかもしれません。私はそれにかけてみたい。制約の子、いえルティアナの子らよ、どうかゼニアスのため力を。いけない、この神殿は喪失の呪いが最も強い場所。一旦外へ出るとしましょう。お父様が眠る祭壇の間の扉は閉ざしておきました。これ以上喪失の呪いが漏れ出さないように、ここウォルドの精錬も聖子ゼニートも、私が眠りにつく前は多くの人々でにぎわう栄えた場所でした。ラキが喪失の呪いから人々を守るため力を振るっていてくれたようですが、それでも多くの命が失われてしまった。これ以上一人の命とて失いたくない、それが私の願いです。ラキの気配は神殿内にはありません。どこか遠い場所で身を休めているのでしょう。ゼニアスの民を助けてくださったこと、そして私に新たな希望を与えてくださったことに感謝いたします。父と私は長き眠りの中で再びこの世界に妹ルティアナの子らが帰還するその日を待っておりました。故にこの世界ゼニアスはとこしえのゆりかごという二つ名で呼ばれているのですよ。か弱き妹が成長し、その子らと共に帰還する頃には、喪失の呪いや自悪とによる襲撃の心配はなかろう。父たる主神グランゼニスはそう考えていたようですが、まさかルティアナがすでに。ええ、感じます。あなた方は確かにルティアナの子ら。あの子の優しさ、あの子の心の強さ、そしてあの子の愛らしさはルティアナが作り出したる新しき命、あなた方にはっきりと宿っている。私は二つの世界と愛する父とを救わねばなりません。それこそがシセル・ルティアナがあなた方制約の子らに託した最後の願いのはずなのですから。今はまだ封印から解き放たれたばかりで力も戻りきらぬ私ですが、必ず父を目覚めさせる方法を見つけます。その時はどうか私に手を貸してくださいませ。その答えを待ってました。アストルティアとゼニアスのためにネーシャバと一緒に頑張ろう。ええ、
当下の調査隊の力で主神グランゼニス様を目覚めさせて二つの世界を救いましょう。ありがとう。ですが申し訳ありません。しばし休ませてください。お父様、目覚めさせる方法突き止めたらすぐに呼びかけます。またお会いしましょう。いろんなことが一度に起きすぎて、なんだか夢でも見ていた気分だわ。姉様がラキの姉様の上に女神ルティアナ様の姉様だったなんてびっくりだよね、隊長。しかもゼニアスがあの伝説のとこしえのゆりかごだったなんてね。お師匠様に聞いた話とはちょっと違ったけど、喪失の呪いがジアクトから世界を守るためのものだったこと、呪いの源が世界の創造神だということ、何もかも今すぐには飲み込めそうにないけれど、私たちでできることをやるしかないわね。まずは始まりの地に戻って調査隊のみんなに報告しましょう。すべての始まりたる場所、果ての大地ゼニアス。古の神々が交わせし制約は、アストルティアに新たなる種をまく。芽吹くは花か、それとも